でですね、まあ、あの僕が、はい、あのさっき話で、はい、箱根駅伝学部っていう話したじゃないですか、はいはい、で僕もあの14年間ぐらい箱根駅伝のためにあのもちろん頑張っていたし、その箱根駅伝の先に、まあ、夢があって、あの実業団でマラソンを目指したいなってずっと思ったんですよ。でそれが僕は3年生の終わりに終わっちゃったんですよ。あの怪我して腰痛めて、ヘルニアの一歩手前まで体悪くして、で肩上がらなくなって腕を振れなくなって足上げれないぐらい股関節悪くしてて終わっちゃったんですよ。でもうその14年間ずっと箱根駅伝のために時間を通してきて、でその先の夢のためにあの思いをずっとこうやってきたから、余計なことにお金と時間を使うことがほとんどなかった、うん、それまでにね、だから服も買ったことないし靴も買ったことないし、先輩たちとあのご飯を食べに行くとかそういうのもろくにしなかったから、ね、世間知らずになっちゃったんですよ、そうするとなんかそれで体壊してこう社会に急に投げ出されたところで目標がないし夢もないですよ。やることがないからどうなるんだっていうと就職浪人しちゃったんですよ、就職先がなかったって、で就職浪人して自分の就職先を見つけるまでにめちゃくちゃ時間がかかって、で急にまあそのアルバイトっていう立ち位置でもこう社会に出る機会があって、で社会に出てみるとやっぱりこう自分が世間知らずになったのが分かるのと同時に、あ自分って意外といろんなことできる人間だったんだっていうことが気がつくと、またねできることのとかもやりたいことの目標が逆に増えすぎて選べなくなって、またドツボにはまるんですよ。で自分のやりたいことが選べなくなるんですよ。っていうか、まあ、本質を言うとやれることはイメージがあるけどできることがないんですよ。なんていうか目標がないんですよ。で結局そうなると何も選べなくなっちゃって、だから本当に自分が今できることってあのないんってなっちゃったんですけど、結局就職浪人になった。その時に、僕は確かにあのこう就職浪人もして、いろんな苦労は実際したんだけど、まあ、その後自分のやりたいこと、体が戻ってくるたびにこう向き合える自分ができてきて、まあ、それでスポーツ業界の仕事ができたんですよ。最終的に。いや、良かったんですよ。良かったけど、別に遠回りしたとは思ってないけど、もっと早くはできたんじゃないかと思うんですよ。選択肢に遅いなんてことは絶対ないんだけど、ただ早くはできたはずなんですよ。そうですね、そんなもっとこうしたら効率よかったなとかっていうのは大人の意見としてあるじゃないですか、経験者として。で 僕ねそれを、あの学生ランナーに体感させたいんですよ。で思ってたのが、箱根駅伝 の予選会で本戦出れなかった学生と、まあ、あのそれ一部ちょっと限られるメンバーですけど、あとできれば本戦にね出たけど4年生まで1回も出れなくて涙を飲んだ4年生を連れて行きたいんです、タイのマラソン大会。なるほど、タイのマラソン大会に。でケニア人と戦わせて、あのフルマラソンで大きなチャレンジをさせたいんですよ。今日言ってたじゃないですか、台湾でもケニア人のランナーがわーってこういっぱいいて、なんか現地の人が嫌な気分になったって話があったじゃないですか、まあ、彼らも思いを持ってこう来てて賞金稼ぎっていう仕事の中で来てるから、まあ、否定しきれないところもあるけど、やっぱこう感情的にはねやっぱりこうアジア人の大会だからアジア人の活躍してほしいって言った方があって、でそれをねしかも賞金あのそんなに高くでもない賞金をなんか全部かっさらっていって明らかにこうリスペクトがない行動もしてるところも見受けられるから、そこをねアジア人がやっつけちゃうよ、それはね優しいですねっていうのもあるんだけど、一番大事なのは今までチームで活動してきてるんですね、でチームで活動してきてるってことは自分のために走ってないある意味、自分の例えば、まあ、シングルのレースはいくらでもあるけど、でも結局ってチームの結果を出すために個人のタイムを伸ばしてる、駅伝ですからね。初めてもうここで個人のために頑張ろうっていう気持ちで頑張ってほしいなと思っていて、ハーフマラソンなんていうもう慣れた土壌でやるのはもうダメだから、慣れてないフルマラソンっていう土壌で頑張ってみてほしい、大きなチャレンジしてほしいんですよ、でそれを通じて何を学んでほしいかっていうと、まずここで今までやってきた結果と経験をもっと自信持ってほしい、自分が今までやってきた結果と経験に自信が持てなかったんです、全く、で、だって
初戦箱根駅伝出れなくて、予選会にも使ってもらえなくて、3年生の終わりにあげくなってやめて、うちの母親に近所に顔向けできないって言われて言わせた親不孝ですからね。いや、あの母親は悪くないですよ、まあ、これだけ聞くとなんかすげえひでえ母親だなと思うかもしれないけど、そんなことは一切なくて、まあ、それだけ家族揃ってエネルギー出すんですよ。そうなんね、その箱根駅伝に集中してたわけですよね。で結構いろんな人を悪い意味悲しませるんですよ、そしてなんかもうエネルギーだけだったらいいけどお金も出すんですよ、まあ、いろんなエネルギー使うから、まあ、やっぱりそこで大成してほしいっていう親の思いをやっぱ達成できなかった自分が どれだけ自信がなかったか、もう今だったら笑って過ごせるけど、当時の僕って言ったらもう箱根駅伝って聞いたらガクンって感じでしょ。ここで戦う時間を作ってほしい、結果それで出した結果とか今までやってきたことを自ら評価し、自分でしっかりしつつ、今までね、彼らをその結果を評価してきた人間って誰かっていうと、例えばトモさんが自分 の今やってる、天文学の結果っていうのは、はい、自分以上の存在しか評価しないじゃないですか。そうですね、でそうなると評価される条件っていうのがもう本当ね、なんかこう数ある天文学に興味のある大好きな人たち含めて、ここなんですよ。そうなんです、ここの評価しかないんですよ。そう、その通りです。でそうすると、はい、なんかそこの人にダメって言われたら全部ダメになっちゃうんですよ。そうなんですよ。しかもこの世界観にしか触れる機会がないから、天文学が大好きな人と話する機会多分そんなにないと思うんですよ。そんなにないです。すごい狭い世界の中にいます。そうだから天文学大好きな人に何か話したら「この人すげえ!」ってなるのに、絶対なる、絶対なる。でも話す機会がないし触れ合う機会が多分ない。そうですね。でも、でもこういうことだと思うんですよ。で僕ね、今回 そのマラソンを通じて、僕の動画を通じてもそうだし、現地のバンコク の総遊会の現地の駐在員もそうだし、タイのタイ人ランナーたちが、もしその箱根駅伝に出れなかった選手たちがあれですよ、ひっくり返して勝っちゃったら、超かっこよくないですか。かっこいいですし、本人の自信につながりますよね。そうなんですよ。だからそうしたら多分その今後の人生の一つの大きくなんかこう扉が開くみたいなことになりそうですよね。そうなんですよ。でそこもやっぱりやってあげたいし、あとバンコク総遊会の人たちってやっぱりこう、スカッとも海外に行くっていう能力ってやっぱすごいと思うんですよ。トモさんもやっぱりこうやって何気なく自分で選んだ道だからそう思われてないかもしれないけど、僕からするとやっぱり語学ができないとこの場に入れなかったのが現実的にあるわけじゃないですか、英語中。あ、まあそうですね、そうですね。でそしてまあその尖ったところでもやっぱり一つ尖った能力が あるから、身を助けてる部分も大内障があるし、そこにね、なんかこうもうちょっとこう気づいてほしいというか、コミュニケーションするために必要なマインドとして、まあ、スポーツアスリートとしてグローバルな競技をやってる人間としてちょっとぐらい英語勉強しとくかみたいな。それ大事ですよね。全部言えなくても、僕みたいにちょっとボキャブラリー足りなくても笑顔でなんかコミュニケーションできて相手が言ってることを伝えたいことがなんとなく分かるぐらいの能力があったら、世界観もっと広がると思うんですよ、で今陸上業界自体がそもそも狭いんですよ、なんかやっぱり考え方自体が。それをもうちょっと広げることはできないかなとか、で現実でそれを広げてなんか侍みたいなランナーができたら面白いなとか、いろんな国でなんかプロ活動しながら、いろんなところで戦ってるランナーみたいな、でも面白いと思うし、それは素晴らしいと思いますよ。でそしてなんかそういう言語能力が高くて、コミュニケーション能力が高くて、能力が高かったら何ができるかというと、まあ、自分で夢を自分で支えれるようになると思うんですよ、まあ、要は実業団に依存しなくても、スポンサーに依存しなくても自分でこう作っていけると思うんですよ、そういう力をつけてほしいなと思うし、そういう生き方もあるよっていうのを知ってもらいたいから、バンコクからその大会連れて行ってます、無料で連れて行きます僕がお金を出します、はいはい、出します。それ大変じゃないですか。いや、でそれを軸にしてスポンサーちゃんと集めて、僕も自分が今やってるのはただボランティアになったらつまんないから、僕もちゃんとビジネスします。で彼らは僕の責任の中でちゃんとお金出すんですけど、まあ、全部じゃないですよ。遊びのお金とか、なんかそのパスポートのお金とかまでさすがに出さないですけど、まあ、いわゆる渡航費とかホテル代とか、その辺は払いますけど、それをできれば何人も連れていけるか、
でそれを今してます。そこを一つ軸にして新しい世界観を身につけてもらう、その世界観を今後の社会に生かしてもらって、自分の生活や、まあ、その今後の仕事の中に生かしてもらって、そしてまあその出れなかった、できなかったっていう最後のまあ苦い経験をプラスに変えて、自信を持って次のステージに向かってほしい。これはそれをやりたいです。それすごくいいと思います。あの、僕その箱根駅伝出れなかった選手ってきっと、まあ、自信失ってると思うんですよ。だ僕がもっと早く、もうちょっと早かったらデータにとか、あ、僕は遅いなとかダメだなとかきっと思ってると思うんですよ。でもそういうランナーって一本から見たらめちゃくちゃいいからランナーって、もっと自分のスピードとか今までやってきた練習とか努力に自信持っていいかもしれないから何倍も速いし、何倍も努力してると思うんですよ。それを、例えばこういうタイのマラソンで、まあ、例えば外国人相手に、ケニア人相手に勝ったとかと、それが自信だと思うんですよね。そうなんです。そういう意味で、このプロジェクトもすごい素晴らしいと思いますね。で、これが広がってきたら、いろんな国でこういう機会を作っていけたら、うん、あの、ひょっとしたらいろんな子たち の, なんかその今後の道筋を支えてあげる一つのきっかけになるし、自分の人生を考える時間も作れるんですよ、うん、僕残念だけども、その14年間の中で自分の人生をそれ以外 の, しの視野で考えたことがないんですよ。いいんですよ、別にランニングっていう視野を、ランニングっていうか陸上競技の視野で、あの、持つのはいいんですよ、いいんだけど、ここしかないんですよ、陸上競技が。こういう見方あるでしょうね、うん、そうですね、陸上競技っていう競技の仕方が、携わり方が。僕当時メーカー勤める以外の陸上競技やスポーツに携わる方法ってないのかなと思ってましたし、でも実際なんかあのプロモーションする側になって人を支えることだって、そのスポーツってやばい、まあ、ランニングに関わることだし、なんか体のこととか、まあ、その文化的なこととか、あとは競技的なこととか、まあ、商品とか物とか開発とか、まあ、いろんな形で多分ランニングとか伝えることができるんですよ。いや、ありますよね。いや、だからそこの視野をもっと広げてほしいし、で、そして海外でやっぱりこう生活してる、あのバイタリティのあるあの素晴らしい人たちの意見とか話も聞いてほしいし、だからそういうのも含めて日本じゃなくてタイのマラソン大会で、だからバンコク総遊会の人にも協力をお願いして、あのぜひお願いします。まあ、ちょっとその、まあ、語りとかね、視野が広がりますよ。そうなんですよ。だから俺やりますからね。それね、台湾にもね、ぜひ来てほしいです。というのは、はい、あの、台湾の人は日本人ってすごい早いじゃないですか。なんでこんなに早いんだってすごく不思議に思っていて、で、台湾のエリート選手は日本人のエリート選手と一緒に走りたい、一緒に練習したいってすごく思ってるんです。で、もうまあ練習のノウハウとか、まあ、そういうのも学びたいってみんな思ってるんですよ。台湾のハーフマラソンの記録って確かね、63分か4分かなんかそれぐらいなんですよ。でも早いですね。だけどね、アゲオシティマラソンとか、まあ、香川丸亀ハーフとか行くと何十人ってね、1時間3分台とかまでいるんですよ。50人ぐらいいるんですよ。もう台湾人にしたらそれがもう信じられないんですよ。台湾の一番速いやつ人よりも速い人がザクザクいると、もうなんかもう50番目とか行ったらなんか速い感じじゃないでしょ、もうみんな中間でゴールしてるぐらいの感じですよね。それはすごい不思議で、新聞とかに話題になってたんですよ。なんでこんな速いんだろう。だからそこに、例えば実際にそのチームの中で練習してたような選手が来て、まあ、一緒にレースで走ってくれたりとか、まあ、練習ちょっと見てもらったりすると、ものすごくあの喜ぶっていうか、ありがたく思うと思います。で、実際なんかやっぱりトレーニングとか練習とか日本の方が進んでるので、そういうのはやっぱり教えてもらうというのは、教えてもらうというのはなんかいいことだと思うんですよね。まあ、いい交流になると思うんですよ。でもやっぱり最終的な共通言語が中国語だったらまあいいのかもしれないけど、多分英語になると思うんですよ、最終的に。まあそうですね、だからそうだからね、だから英語は勉強しなきゃいけない。それまずタイランドタイは比較的英語を使える人が割と多く、学生が中心結構多いし、しかもあのアジアのハブの国だから結局あのアジア人以外結構いるんですよ。だから英語使う機会がすごく多いんで、だからそのハブになってるそのタイっていう大きな国をやっぱ知ってほしいっていうのがいいですね。まあ、比較的使うってだけだから、まあ、使えない人とかもいっぱいいますけど、まあ、ただ使う機会を作って実際自分が喋れないこととかコミュニケーションできないことに絶望してもらえればいいなそこがスタートですかね。そう、自分をまず知ってから、あ、じゃあ英語勉強しなきゃなって、そこがスタートですか、ね、そうなんですよ。それをやっぱり知ってもらいたいから、あのやっぱり言ってもらいたいな、俺だから
出しますから。ただ条件があるんですよ。あの全員連れていけないんで。まあそうですね。そう、あの箱根駅伝の予選会で、うん、あの本戦に出場できなかった子を今中心にあのオファーしてるんですけど、ただ全員じゃないんですよ。予選会が目標になってゴールになっちゃってるやつもいるんで、うん、まあ、そうじゃなくて、ね、あの本戦出場を目指していたあの学校、うん、で、できれば個人成績で200位以内が理想ですね、うん、まあ、できれば100位以内が理想ですね、まあ、ちょっと条件はちょっと曖昧なんですけど、まあ、コミュニケーションできた人からコーチと監督の推薦があったらその子連れていくっていうスタンスです、ね、コミュニケーションできた子からどんどん練習励んでもらいたい。もう実際にじゃあ指導してるんですね。あ、僕の中では指導してます。だから帰ったらもうオファーしに行きます。素晴らしい。よろしくお願いしますみたいな、皆さん。楽しみに。ぜひお願いしますね。ということで、共感いただけたということで、僕が思ってることはちゃんと伝わるっていうのが分かったんで、うん、ありがとうございました。いや、それ本当素晴らしいと思いました。ということで、ぜひこちら動画見ていただいて、興味関心持っていただいた方はぜひ拡散シェアをしていただいて、僕にご連絡ください。よろしくお願いします。楽しみです。楽しみです。プロジェクト。はい。名前とかあるんですか？ないです。ないですか？なんかつけましょうよ。なんかちょっと募集します。カナなんとかプロジェクトとか、なんかそういうのはかっこいい名前が欲しい気がしますけどね。募集します。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな楽しくしていこうぜ。いくぞ。